はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はバルフレア VS グラフ、どっちが強いのやっていきたいと思います。皆さんどっちの方が火力が出せると思いますでしょうか？ぜひ予想しながら見ていただければと思います。ではやっていきましょう。はい、じゃあね、鉄巨人くんのところにやってまいりました。バルフレア、グラーフともにですね、ヒトキラーが得意種族となっておりますので、こちらで検証していきたいと思います。まずはバルフレアの装備なんだけど、まあ裏を使っていきますので、攻撃力は9779。アビリティ、ブグ倍率、LB、人はマックスの装備構成とアビリティ構成となっています。ビジョンカードはこの物語の主人公さ。そしてかけるバフ、デバフは全て同じでやっていこうと思います。まずはバルフレアの表使って、10デバフ 30% を5ターン入れていきたいと思います。で、ラグナ。ラグナはトリプル使って自分の LB ゲージを最大に、そして適当なアビリティ。ニコルはトリプル使って水の付与を全体に、そしてフラットシェルガやっていきましょう。で、アクスターはトリプル使ってチェイングループの1をやっていきたいと思います。まあバーストストーン出しだね。で、フランは表の装備というか暴風酸性をつけてるので、こちら1ターン目使っていきたいと思います。 OK かな。で、全てのダメージ終わったら暴風酸性を敵の動きを止めていきます。で、2ターン目。2ターン目はバルフレア BS をして、自分の LB の威力加算をやっていきましょう。ミストチャージ、火。で、こちらはですね、3ターン継続します。ただ、自分の今のターンを入れての3ターンなので、4ターンのフィニッシュを今回やっていきたいと思います。そして、ラグナは防勢88デバフを入れていきましょう。で、次、ニコル。ニコルは BS をして、裏の LB、アクアフォーミュラーを使って、ステータスバフ、LB バフ、水の威力アップバフをかけていきたいと思います。で、続いて、フランは今やることないから防御。アクスターは1キラー 150% を味方全体に付与していきたいと思います。OK かな。で、そしたら3ターン目。3ターン目はニコル。そうだな、ニコルは今水だね。リバイアさん召喚しておきましょう。で、ラグナは、水の 140% のデバフ入れていきたいと思います。で、バルフレアは表に戻って、ソウルオブタイバス使っていきたいと思います。で、アクスターとフランは防御しておきたいと思います。で、多分ここで敵が起きるかな？うん。まあ起きてもまあ別にここでは、まあシェルガもかけてるし敵にデバフも入れてるから多分落ちることはない。OK、問題ないね。で、そしたらフラン。2枚目は大変ね、バルフレア使って LB の威力をプラス2万していきたいと思います。で、こちらで準備が全て整いました。あとはラグナ。トリプル使ったチェイングループ16。そしてバルフレアの LB 使っていきましょう。ただ、バルフレアの LB がかなり癖がある移動式なので、バルフレアが止まったらラグナ押していきましょう。いくよ。止まったらラグナ。で、やると、気を取り直していきましょう。フランの威力アップアビリティをバルフレアに使っていきます。そしたら、今度こそ移動式となっておりますので、バルフレアが止まったらラグナ押していきます。バルフレア、止まったらラグナ。これで、53ヒットをフルチェインするような形となってます。見た？火力えぐない。やばくねえか。こいつ防御のデバフ入んないのに、44億53ヒットのフルチェインでワンパンすることができましたと。やばくねえか、バルフレア。さあ、ダメージは、ま、一人で44億を稼ぎました。じゃあ、続いてグラフ見ていきたいと思います。はい、じゃあ続いてグラフ見ていきましょう。グラフの装備も最適装備を組んでまいりました。攻撃力は11582。アビリティ倍率1キラーはカンストをしている装備とアビリティ構成となってます。固定値アップを2つ採用しております。ビジョンカードは攻撃力が高く、そして攻撃パン性展示が高い分けありの任務採用しております。で、今回は、チェイン倍率をマックスの 300% に早く到達させるために、タッグアタッカーのアクオメに闇以外が付与されたポネのスパトラ。で、闇が付与されたダークブリンガーをセットしてあります。で、タッグアタックでチェイン倍率をなるべく早い段階で 300% に到達させていきたいと思います。で、じゃあグラフ、フィフスアビリティを選択していきましょう。それで崩壊の火。で、アクオメはタッグアタック。で、グラフは水を消しちゃったんで、水の付与を上書きしていきましょう。で、こうすることによって、水の付与がされて、特定のアビリティの威力アップだけが残ってると。で、敵にかけられたもので言うと、1キラー150がまず味方にかかってる。で、デバフ倍率は先ほどと同じ形になってます。さあ、じゃあラストをやっていきましょう。3回目が発動したら、アクオメ押していけばいいかなと思います。これで、いい感じで、どんどんどんと、ああ、こんなもん、なんだ。
マジでか。今のでダメージどんくらいだろう。グラフ完全超えてんじゃん。マジ情報修正される前でグラフ超えてんの倍出てるじゃん。ぐということで、まあ、検証結果としてはグラフの倍出してると。本当になんか間違えてるかな。間違えてないよな。かけてあるバフもデバフも全部一緒だから。あマジ嘘本当、ま、こんな強いのバルフレア、マジでか。やばいね。ということで検証結果、バルフレアが倍の火力を出すという検証結果になりました。もしグラフの装備とかあれ忘れてる、これ忘れてねとありましたら、ちょっとコメントで教えていただければと思います。めちゃくちゃ驚いてます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。